ライジンファイティングフェデレーション、俺たちここに帰ってきたぞ。ライジンで会いましょう。記念すべき12月31日大晦日大会、復活しましたいざの舞ということになります。ここからライジンとしてのまた新たなスタートを切るということになりますね。まず青木真也さん、はい、よろしくお願いします。そしてライジン CEO 榊原伸之さんです。よろしくお願いします。もうメンバー見ても結構未来を見据えたメンバーというか。いやそうだよ、いやそう言いながらあけぼのボブサップが入ってるっていう。ヒョードルも言ってるね。さらばしてねえじゃねえか。何で数字を担保するのかって分かんない。 よくこれでゴールデン、この大会を通じてやっぱりあのテレビ局関係者一番印象残ったのはやっぱタケルっつってたね。そうだよね、タケルとレナ、レナ、クロン、クロンだね。クロン、アーセンは象徴的なこれから未来を感じさせる、はい、試合にはなってね。いやだからすごくロマンチックですよね。しかし一般はあけぼのサップだったそうなんだよ。のあの血が流れて、あのおできが潰れちゃったっていう。これどういう風に集めてったっすか。そう、まずはヒョードルですよ、はい、相手大変でしたけどね。そう大変だったね、シングハートチャレンジ、でこれバルトが初めて MMA に挑んだという、はい、元大関バルト、ここもポイントだよね。本当は相手はジェロム・レバンナだったんですよね。そうですね、1週間前ぐらい、いやもっとギリギリだったね、ピーターズ、はい、無理やり口説きましたからね、あーつ偉いな、バンナが来なくなっちゃった。あーつ偉いですよ。だってそうですよね、シングを鍛えるっていうかあの、はい、教えるために沖縄でシングのキャンプのためにピーターを行かせてたんですよ。ピーターついたなと思って、いや、はい、よく出てくれましたね、はい、ちなみにレナ MMA っていうのは、うん、どう口説いたんでしたっけ。まあこれは最初にやっぱりあのシーザー会長と話をして、はいはい、あのシュートボクシングのレナ選手に出てほしいと、については総合で戦ってほしいっていうのをあの10月の頭ぐらいですね。あ、じゃあ2ヶ月3ヶ月で、うん、すごくないこのポスター、誰っていう。いワンダーランドだろう。なんかねこういう言い方したらあれなんですけど、ヒーローズっぽいんですよ。坂井原さんヒーローズ見てないかもしれないけど、ヒーローズですね。よりどこら辺がそういう風に感じる。いやいや、だって雑多感というか、うん、あのもっと言うとロマネックスっぽいというか、ロマネックスっぽいですよね。だけどこのタイミングで言うといろんな仕掛けがあるんですよ。だからこの先何をあの磨いていくかっていうことの、はい、テストケースのマッチメイクで、うん、じゃないですか。レナもそうだし、ギャビだってそうですよ。そうですね、だから UFC ベラトル、そうアンディ・サワーもそうだし、はい、UFC とかベラトルとかここまでやってない階級なり、うん、やってないところで次の光る金脈ではないけど、うん、何か方向性なりが見出せるといいなっていうところで狙ってるものがいくつかあるんです。これお初だね。ダダンダダンダダンが、めっちゃ照明金かかってんだわ。リング上のこれ、これがね、もうね、あの上にあるやつ、2000万ぐらいするっていう、3000万ぐらいだったじゃん。マジで、4000万ぐらいするっていう、どんどん5000万ぐらいマジでね。青出てない、いいあ、たけるたけるたけるしてる。まだカンドリさんに狙われてない頃のギャビさん。そうですね、はい、誰がギャビをやるのか。誰ギャビ、もう一回やりたいな。バルト良かったっすよね。出てる選手のサイズが今と全く違いますよね。うわ、かっこいいよ。そしてグレイシーです。さ、何何、サーファーさ、そして皇帝です。特別扱いですね。始まった。
ったよライジン。なんですかっこいい。キラキラしてますよね、本当にキラキラしてる。組んでいきますよ。おーこれシュートポイント入ってる。シュートポイントですね、だから1ポイントですね。後ろに挟んだ。この試合シュートポイントあるの？ないです。これはもう MMA ルール。いやなんてこうと思った。扉が開いた感じがしますよね。花あります。この2015年のタケルさんの完成度と今と全然違います。右だ、上がってると。はい、もう全然もう別人です。さあそしてこれも決まりです。まだまだ僕以外にも面白い選手めっちゃいるんで、ぜひ K-1 ワールドグランプリに行ってください。お疲れ様でした。超いいな。新しいお客さん、ブラジルの英雄バンダレーシューバーとスパーリングで締め落としてしまった。嘘でしょ。バンダレが否定しないっていう。美しいですね。さすがです。このギャミがブラジルでやった試合になると一番面白い試合です。でストレート、そしてバックロー、すごい見えないパンチ。ちょっと待って、バックブローなんか当たるわ奥さん。もう一回これが見れるってことだよ。そうですね、出血が見られます。は止まらない出血。10分ぐらい中断するんですけど、地上波あの生でもないのにそのまま流し続けてそしたら視聴率全然落ちないんですよ。200キロのイノシシを担いで山から降りてきた。遊びで軽トラックを持ち上げた。ウィキ情報ですねこれ。そう、おおすげえ。ここでリアネイキとチョキに入っていこうとしている。いやいや面白いな、顔がいいよ、顔がいい。さあそして左ハイキック、アンディさん右ストレート。おすげえすげえ。左ハイキック、ここからロブギャー連れていった。新しい神話が始まる。この時藤山ファイトクラブのスタジオに郁恵さんいらっしゃったんですよ。そうですね、ヒクソン・グレイシーのことをクロン・グレイシーだと思ったんですよ。そうです。でかいぞ汗って書いて、おかしいぞっつって結構老けてるぞっつってガチらしいよ。腕を取っていく。うわさあここで腕を、これ抜けるんですね。柔らかい。そうなんですね、体を反転させる、何回も反転させる。これはすごいと思います、見事見事。 K-1 時代にはあのセルゲイ・ハリトードを破ったことがあります。マジで。シングハート・ジャニーです。その相手を始末しにやってきたエミラエンコ・ヒョードルです。そんなアングルある？始末しに来てないから。そんな感じのこと聞いたような気がしたんです。全然なんかこうアングルめちゃくちゃになっちゃってるじゃないですか。ハリトールの敵は俺が打つって言ってましたけど言ってないよ。言ってないです。でもこの時本当にね、相手ね見つかんなかったんですよね。見つかんないというヒョードルが受けなかった。そうそうそう、ヒョードルも復帰戦だったんで慎重だったんですよね。さあいよいよメインです。ヘビー級トーナメント決勝戦。これ超チャンスじゃん、プロハースか。つきたいんですけど。いやでもこの当時これでよくプレゼンが成立したなというか。ねえ、本当に。例えばフジテレビに対して、エメレヒョードルとアケボノサップぐらいしか分かんないでしょ。でまあここに堀口教授が加わって。そうですね。その前に天心くんですよね。そうですね。はい。2016年の大晦日ですね。はい。だから。青木的にはもし主戦場はもうあくまでももちろんワンで、もし機会があればみたいな。そうでしたね。でもなんかだんだんもうなんかこの世界観俺と合わないなみたいな方向性の違いを思ってきたから、全然だから全然今合わないことないんだぜ。いやいや、もう合わせることもできるけど、でしょ、誰と誰が握手するかも分かんないし、誰と誰がこうなるかも分かんないから。そうね、はい、タケルが来場する時代ですからね。二号周さんのね、なんだよ話ですから。そのね、はい、日本の格闘技はそうですから、ね。そうですかね。年内これありそうですね、青木氏。いやないんじゃないかな。どうですか。いやいやそんなことないでしょ。全然。本人がないって言ってるから。いやいやいや、ないって。わかんないよ全然。まあもしでもなんかご一緒できることあったら本当にありがたいなと。米はないですから。はい、先言ってきますから。先言ってますよ、うん、米びつからですから、はいはい、自分でお米持ってきて、あの米びつ、そうそうそう、お米入れてください。米は別で、ゾウジャイが取れました。先言ってきますから。